これは着手とかいうのはほとんどついてないと思います。はい、着手。ああ、はい。ですけどどうしましょう。何本か着手つけときますか。そうなんですね。うん、ぼっこり穴開いてるよりも5つぐらいこう穴開けてもらって、うん、うん、それでくっつけましょうかね。ああ、なるほどなるほど。こういうので削る。あ、中削りは、はいはい。でも、うん、手の届く範疇ですよ。先っぽで傷つけんこと。はい、確かによく削りますね。うん、長手のやつはこんなのもありますし、で、カーブがあんまりきついようやったらちょっと戻してやって。情報からお願いします。それはそれぐらいのこうなんですか、傾斜でいいですよね。はい、で、さっきも言いましたけど、これがこうしたときにこう、はいはい、喫水線状になるとしたらこう、かなりこう斜めにこうしなきゃいけないですね。はい、斜めに切り込まなきゃいけない。はい、そうですね。うん、これこう、なんですか、ここの厚みを取ってしまったら、ちょっと水につけて、一回こう戻してやって、で、切り落とすよりもこれをこう広げるつもりで一回戻してるし、この口先が、はい、水入れた時よりも高くなるようにしとってください。はいはい、もうちょっと傾斜あっていいかもしれないね。はい、ちょっと中に。最近その位置でいいから決め込んどって、どっちを高くするかっていうから一応印つけときませんか。はい。例えばここでやるんやったらこの線が背中になりますよね。上になると。はい。はい、でそれで処理してみる。はい。でここら辺につけようということで、ちょっと仮ですね。はい。はい。これが90度よりちょっと違う。はい、80度につけろっていう、それが継ぎやすいっていうようなことで、工業製品なんかそんなになってるんですよね。うん。そろそろやってみてください。やらなくなってると思います。足りなければ土をつけてください。紐をこう寄せたらいいですよね。いつもそうですけど、ちょっと水つけてやってこうつけてください。うん、それぐらいつけていいと思うんですよ。
結構細かいことできるんですね。はい、もう一歩ぐらいいいかもしれませんね。ですね、うん、で内外見てくださいね。で いつも、あ、もしあれだったら濡らしとく感じだから雑巾の上に置いておく。はい、すごいすごい。ちょっと手に豆なんかなとは思いよったんやけど、そうでもないことじゃないですか。結構そういうあの細かいこと好きですよね。はいはい、わかりました。かなり器用な方なんですよ。そうですよね。はいはいはい、この指がふっとくってあれなんですけど、相当細かいことできますよ。ですね。内側も気をつけとってくださいね。はい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 、大したもんですよ。自分で言うのもなんですけど、いや、そうじゃなくてね、ええ、あのそういうふうに言うじゃないですか、指摘するじゃないですか、はい、で それでも手が動かない人がほとんどですよ。あ、そうですか、うん、ここに紐つけてくださいって言ったら、こんな狭いところにとか、あの細すぎるんじゃないみたいな感じがあるじゃないですか、はい、そういうのが先にすぐ頭に来るみたいで、拒否反応の方が早いんです、うん、そうしてくるとどうですか、ここもちょっと足りなくなるでしょう。それから全体にくっつけなきゃいけなくなりません。これでもうちょっとこう上にあってほしいから、もうちょいですね、もう一段ですね、もう一段右が調子が悪いという件ちょっと心配しとったんですけど、結構それだけリハビリしとったら、あの治りも早いかもしれませんね。あ、白鷺が来てます、あそこ。あ、本当だ、真っ白ですね。綺麗ですね。綺麗ですよね。ね、凛としてて、あのグレーのがいるけど、グレーのはちょっとね、うんうん、あのネズミ色のは、はい、あのちょっとこう貧相な感じですね。白だって本当。うん。あんまり中に入りすぎですけど、これはあのこっちをつけてから測りましょうか。この口をもうちょっと上向きにしたんですか。上向き。はい、それはあのつけてからの方がいいかもしれない。あ、そうですか。はい。ただこれが、うん、あの。はい。これの外面の線です、はい、だからこれの中にこれぐらいこうあ今度はそれとこれをくっつける、接点ですよね、はいはい、接点は戻してからあのくっつけてもらいますから、はい、この中に穴を、はいはい、で穴もあれ位置をこう決め込んだら中心に開けましたよね、はい、だからここを4つ開けたとします。そしたら次の穴は、穴と穴との間にここにこう持ってきます、はい、これですね。だからこれこう穴をこう4つ開けた、あこう均一のこう距離開けたとするじゃないですか、はい、だから開いたところの真ん中
はい、真ん中に斜めにこう持ってきて、はい、でこれもこうですよね、はい、三角形あのトラス作るつもり、はいはい、つもりでいいですけど三角形になるようにしてやってください、はいはいうん、当たりだけまずはつけて、こんな感じですかね。はい。はい。そしたらちょっと置きます。これ真上からこれこう。そんな大きなのですか。そんなに大きくないでしょ。うん。うん。その代わりまだあの繋がってないんですよ。反対側して持ってからこうして同じあの太さぐらいになるようにして。でこれね、こう先がこう二段階になったのが分かりますか。ああ、なるほどなるほど。うん、だからここまで、はい、ここまで。はい。そしてはい、中こう中を押さえ取ってやって。まずは当たりつけるつもりで、で少し その部分ちょっと厚いでしょ、はい、だけど中削りをしましょうか、中削ってもらうて、あんまりぶっとい穴開けないように。そうですね、うん、ちょっと先に中から削りましょうか、中削ってもらうて。で戻しながら串にも水つけてやるといいですよ、うん、そっちの方が丹念に戻しとってやらないあれいいけど、内側にあんまり戻しすぎないで、穴より穴に触れないように外に、うん、いいですね、はい、うん、だんだん見えてきましたね。こう、図柄もこう貼り付けですけん、そういうふうなやり方でから、戻して、ピースをつけていくという感じになるんですけど、図柄までやってみましょうよ。はい、はい、もう私が選んだやつ表紙になってるんですね。そうですね、代表的なやつだったよね、うん、木部結構いいですよ、いい作家ですよ、うん、うん、試着するにはいい試食か。
なんですか。花の方はなんとかなりそうですけど、頬をどっかに飛ばしましょう。蓋でもいいし。